一日午前10時35分ごろ、栃木県小山市河野の有限会社、大谷塗装工業所で、従業員と見られる70代男性が、知らない男に刺された、と119番通報した。県警小山署によると、男性は右胸に刃物が刺さった状態で見つかった。病院に搬送された時は意識があったという。男は逃走し、 書は殺人未遂容疑で行方を追っている。男性は男と面識がない。男の特徴に関して、40歳くらいで黒髪の短髪だと話した。ゴキブリ食べさせ、ストレスの吐け口に、実刑の元少年。勇気ある女性市民から称賛ロシア社会に衝撃。同僚女性のルイボス茶に尿混入、容疑で33歳男を逮捕。 目の前に岸壁も救命具つけず、過去に乗船の男性。少しでも食べられるんだから感謝しなさい。児童の給食半分に福岡隊。中国製潜水艦導入が飛んざ毒がエンジン供給拒否。ソ連時代にもない孤立、元路次官の発言商法。各製剤自分のものです。元か、トゥーンの男供述。撃沈は梅雨揚陸艦。 サラトフ、ウクライナ軍が情報更新。ロッテ、創業社長男が敗訴4億8000万円賠償命令、戦火のウクライナ、取ってはいけない、土を撮影すると。ソウルから呼ぼせよ、韓国人のロシア艦垂直に墜落する中国機か現場近くの監視カメラ映像。戦長に頼りすぎていた運航会社社長、会見終了後に再び土下座。 センスがある他の船長の評価機器採用後間もなく船長昇格トランプ氏がプーチン氏に再び頼みごと批判紛失。戦闘機ミグ29ウクライナへ提供の容易ポーランド表明。名誉傷つけられた橋本徹氏が令は大石議員を提訴。いいね、名誉侵害認めず伊藤さん敗訴。東京地裁。 新たな遺留物見つからず山梨道志村。